はい、こんにちは、タムです。今回は明日のモンストニュースフラッシュの予想をね、していこうかなと思います。はい。これは、確定ではないので、もしかしたらないっていう可能性もあるので、ご注意ください。去年のニュースフラッシュを少し振り返っていきますと、超重心祭キャラクターのアルスランが追加されました。はい。一つ目の形態は、プレデビオルの適正。今でも最適正ですよね。アルスランは結構ね、こっちの形態は天魔の古城の8だったり、いろんなところで使えたので、結構優秀だなって思いましたね。で、もう一つの形態が3ギミック対応のマーキングミサイル持ちの砲撃キャラクターです。まあ正直、まあ砲撃のマーキングミサイルってどうなんてなったんだけど、まあ結局なんかあんまり強くなかったっていう印象しかないですね。はい。ということで、まあ振り返りはここまでして予想をね、していこうかなと思います。はい。まず、一つ目。毎年この時期に超獣神祭の新限定のキャラクターが登場していますが、今回はどのような性能になるのか分かりませんね。アルセーヌの時からそうなんですけども、超獣神祭の新限定の特徴は豪絶の適性です。なので今回の性能は全く想像がつきませんよね。僕が予想していたのは9月の30日の豪絶の最適性のキャラクターが登場するんかなって僕は思っていたんですよね。ただ9月30日の豪絶は闇属性だったんですよね。今年は光属性のキリンジが登場したことから、光属性と薬物木属性じゃないことは確定なんですよ。だから9月30日の豪絶の最適性になることはほぼほぼないんじゃないのかなと思ってるんですよね。だからさっきね、僕が言った豪絶の適性って言ったけど、どこと交差するんだろうね。最近の豪絶ってもうキャラクターが結構間に合ってるし、まあ強いて言うならばカルニベぐらいなんじゃねえのかなと思ってるんだけど、最近エンジェリーディーバの方も追加したし、シノンアルファの方も最近、まあコラボキャラクターんですけども、シノンアルファの方も追加されましたし、まあ最近キャラクターは間に合ってるんですよね、カルニベの方は。だからもしも追加されるんだとしたら、未来投資型の性能になるんじゃないのかなと僕は思っています。順番的に考えると属性は闇属性か水属性かなと思っています。なので今回予想するのは僕は闇属性でいこうかなと思います。性能予想なんですけども、重力バリア転送壁、光属性耐性、光属性キラー M、 ゲージでアンチ魔法陣、重力バリアキラー、壁 SS 単短縮、SS は16プラス8で壁をすり抜け反対側から出現する&触れた味方のパワーとスピードを一定期間アップ、友情コンボはツインインボリュートスピアと副友情コンボで全敵毒メテオ、こちらで予想しようかなと思います。意識したのは大きいですね。はい。現状どこで使うのかわからない性能なんですけども、今後大きいとどっかでハマるような未来を込めてこのような性能で考えてみました。まあバフのストライクショットを持っていたり、まあツインインボリュートスピアも持ってるので、まあ結構強いかなと思います。光属性キラー M を持っていますので、結構殴りの方面も強いです。ということで、まあこのような感じで考えてみました。で、もう一つの方ですね、神化の方、神化じゃない、砲撃の方ですね。はい。アビリティ予想はアンチ転送壁、アンチ減速壁、友情コンボ ×2、 ストライクショットは触れた味方の友情コンボの威力を一定期間アップ、12プラス4、友情コンボはトライデントグロースピア、副友情コンボで友情フィールド、こちらで予想しようかなと思います。新友情コンボのトライデントグロースピアは、まあ5条の重心区界でつくんだろうなって思っていたんですけども、今回はまあ重心祭のキャラクターにつけてみました。友情コンボ ×2、 友情フィールドもありますので、まあ結構強くなるんじゃないのかなって僕は思っています。まあこの時期の超獣のなんか砲撃型の性能って、まあ、アルスランの時もそうだったんですけども、結構まあ癖が強いんですよね。たまになんか強いか弱いかよくわかんない性能だったんで、このような感じに考えてみました。まあ反射ですけども、まあ滅法強いような感じですね。うん。まあ一応このような感じで考えてみました。ぜひ皆さんの予想等も教えてくださると嬉しいです。二つ目の予想は、いつも毎年この時期になりますと、周年記念のクエストが出ますが、今年は発表されませんでした。まあ去年ですとキュートとかですね。うん。キュートとかこのようなシリーズなんですけども、これが先週のモンストニュースで発表されなかったんですよ。だからもしも発表されるとしたら、モンストニュースフラッシュなんですよね。なぜ先週発表しなかったなんでこれ先週発表しなかったんだろうね。なんかこれ結構謎なんで、もしかしたらフラッシュの方で発表されるかもしれませんね。はい、3つ目は、もしかしたらカムイかハレルヤの
どちらかが重心か重心化が発表されるかもしれませんよね。モンストニュースフラッシュはアミナが重心化した前例がありますので、限定キャラの重心化重心化回の発表の可能性が結構ありますよね。まあ個人的には二択だなと思っていて、まあ先ほども言ったんですけども、カムイかハレルヤかなと思っています。まずカムイの理由としましては、9月30日に闇豪絶が降臨されます。なのでそれに合わせてカムイが28日に重心化回して、そのままいきなりあのカムイがハマるっていう線ですね。うん、その理由からカムイの重心化回の可能性があるかなと思っています。で2体目はハレルヤですね。理由としましては、イベントスケジュールを見た感じだと29日に超獣神祭があるんですよね。28日に超獣の限定キャラであるハレルヤが発表されて、そのまますぐにあのハレルヤのピックアップガチャが開催できますので、その理由からハレルヤの可能性も高いかなと思っています。2つ目の理由は結構癖が強いんですけども、9月の28日のスケジュールを見ていただいたらわかるんですけども、大口のマカミっていうキャラクターが降臨します。このキャラクターはどういうキャラクターかというと、内容は省きますが、ヤマトタケルと関連性のあるキャラクターなんですよね。ハレルヤはヤマトタケルの力を使って戦っていくキャラクターなんで、もしかしたらこれは匂わせなんじゃないのかなって思いました。なので今回はハレルヤの重心化の可能性も、もしかしたら匂わせとしてあるんじゃないのかなと僕は思ったんで、まあハレルヤの予想もしていこうかなと思います。以上2つの理由からカムイもしくはハレルヤのどっちかが重心化回するかなと思っています。それではカムイの重心化回の性能予想をしていこうかなと思います。ではまずカムイからいきましょう。超アンチ重力バリアに友情コンボ ×2 気候封じ M ゲージでアンチ転送壁超 SS ターン短縮、コネクトスキルは超アンチワープにファーストキラー、ストライクショットは触れた最初の敵を打ち上げ切り刻む、友情コンボはタッチ貫通弾にゴーラクライ、こちらで予想しようかなと思います。まあ今のところ闇の豪絶は、まあ、ダメージボール転送と言われていますが、まあ一応ね、もしかしたらワープ転送だった場合ですと神がハマるかなと思ってるんで、このような感じに予想してみました。はい。まあモンストのオリジナルのストライクショットってなんか消されるっていう印象があるんですけども、カムイはそのままでやってほしいですよね。で闇の豪絶のギミックを見た感じですと、ランダ系のストライクショットが強いんですよね。だからまあカムイのストライクショットとちょっと噛み合ってるなと思ったんで、まあこのような感じにしてみました。まあカムイはランダっていうよりちょっと違うけどね。まあカムイはこのような感じに性能してほしいなと思っています。で次ハレルヤ。はい、ハレルヤの性能予想としましてはこちら。超アンチ重力バリアに超アンチワープ、アンチ減速壁、カウンターキラー EL。SS は味方を動かし敵へ打ち込む&触れた壁すべてにヒーリングウォールを貼る。友情コンボは超強クロス分身弾、超強パワーフィールド。こちらで予想しようかなと思います。はい。まあ、新アビリティカウンターキラー EL なんですけども、まあこれぐらいつけてあげてもいいんじゃないのかなと僕は思っています。まあカウンターキーラー EL も乗れば超強クロス分身弾もめちゃくちゃ強いかなと思ったんで、まあこのような感じにしてみました。まあアビリティ内容で迷ったのがワープ減速ブロック、これがねちょっと最近増えてるんですよね。周遊だったり、まあ時藤無一郎くんと同じアビリティなんですけども、そこにハレルヤが突っかかってくるんかなと思ったんですけども、今回はちょっと貫通で考えてみました。はい。まあで、友情コンボなんですけども、超強クロス分身弾と超強パワーフィールド。はい。まあ、新友情コンボで超強パワーフィールドなんですけども、普通のパワーフィールドって 1.5 倍じゃないですか。超強ですと、まあ、1.8 倍。これは結構強いんじゃないのかなと思ったんで、このような感じに考えてみました。モンストアニメ的に分岐は結構ありそうなキャラクターなんですけども、今回はちょっと単体の方で考えてみました。進化の方は、赤月と手を組むっていう世界線で、神化の方はグレンと手を組む世界線の姿じゃないですか。なので重心化の方は赤月とグレン両方をなんとかして、まあ一緒に手を組むっていう世界線で予想しようかなと思ってるんで、まあ今回は単体の方で予想しようかなと思います。はい、ということで今回はあるかどうかわからないんですけども、モンストニュースフラッシュの予想をしていきました。まあもしもあるとしたら、まあ12時、まあ昼の12時かなと僕は思っています。はい。ということで動画を終わりたいと思います。見てくれてありがとう。バイバイ。